今回は、レゼルバ予約システムの機能の一つ、メニューカテゴリー設定についてご説明します。メニューカテゴリー設定では、予約サイトのメニューを一つのカテゴリーにまとめて表示させることができます。メニューが多い場合や、一つのコースの中に複数のメニューがある場合などに大変便利な機能です。レゼルバ予約システムは、メニューカテゴリー設定がゴールドプラン以上でご利用いただけます。また、こちらの機能は、サービス提供タイプ、指名あり、なし、 イイベント・セミナータイプ・スクールアクティビティタイプ施設予約タイプでご利用いただけますメニューカテゴリー設定の効果や注意点など詳しい説明は概要欄にある「レゼルバデジタル」の解説記事からご覧くださいそれでは今からメニューカテゴリー設定の設定方法や表示画面について詳しくご紹介します管理画面の設定マークから高度な設定を選択し カテゴリー設定へアクセスします。カテゴリーを登録するをクリックし、カテゴリーを新規作成します。名称や概要、画像を入力、選択します。適用メニューでは、カテゴリーに紐づくメニューを選択します。初期表示にチェックを入れると、予約サイトを開いたとき、チェックしたカテゴリー内のメニューがあらかじめ表示されている状態になります。この中で、カテゴリー名、適用メニューの入力と選択は必須になりますので、ご注意ください。 最後に確定ボタンを押して設定が完了です同様に複数のメニューを作成しますなお設定ページでカテゴリーの順番を変更することが可能ですそれでは次にタイプ別の予約サイト表示画面を見てみましょうまずサービス提供タイプです ハンドココーース、フットすべてのメニューに分かれており、初期設定では、ハンドコースのメニューが表示されています。なお、設定した画像はこちらに反映されます。次に、施設予約タイプです。こちらは、初期表示にチェックしていないため、カテゴリーを選択して、初めてメニューが表示されます。さらに、スクール、アクティビティタイプです。表示方法を、時間割形式に選択していると、カテゴリーがこのように表示されます。 最後に、イイベント・セミナータイプです。こちらもサービスタイプと同様に表示されますプランの変更は管理画面の上にある「プラン変更」のページから行うことができますご不明な点がございましたらレゼルバサポートセンターまでお気軽にお申し付けください。 以上がメニューカテゴリー設定の解説でした。